うおうおとかベルを一周するみたいな。冷凍とか生物とか食品類ですね、受け取ることができないので、そちらだけご注意してください。はい、宇宙が持ちたいから。マジさ、やばいよね。本当にやばいと思う。こんにちは、ハメチャンネルのタイト、シノです。アタシです。はい、というわけでね、今は本当に久しぶりに2人でちょっと今撮ってるんですけど、今日はね、近況報告とあと大事なお知らせがあるので、それをちょっとお話ししていきたいと思います。はい、はい、ではね、まずは私の近況報告なんですけど、まあ今ちょうど受験のラストスパートということで、毎日ね勉強頑張っています。はい、ちょっとまあ大変なんですけど、ちょっと今外で工事があるので、ちょっと音がね、雑音が入るかもしれないんですけど、ちょっとお気の声で喋りたいと思います。ご了承をお願いします。お願いします。はい、ということで、もうラストスパートに向けて走っていますの受験結果もね、また報告できたらしようと思うので、皆さん楽しみにっていうか、まあ待っててください。無事に私も高校生になれるか不安ですけど、頑張ってます。というわけでね、本当に私の近況報告はこのぐらいですね。はい、そして私なんですけど、私は近況報告じゃなくて、さっきハマっていることを皆さんにお伝えしようと思います。はい、ハマっていること。まず1つ目は、うん、飲むヨーグルトの何だったっけ、十に勝つって何だっけ、トカチ、あ、そう、十に勝つ、トカチの飲むヨーグルトがすごい今ハマってて、学校に行く前の朝とか一杯、コップ1杯飲んでから学校に行って、すごく美味しいんですよ。それで2つ目が、顔周りのストレッチみたいなのをやっています。例えばうおとかベルを一周するみたいなやつとかをやっています。はい、それによって顔が小さくなります。はい、最近ちょっと虹はゴールってなってきて、あとは冬だから顔パンパンになってきて、なので最近はそういう顔のストレッチをやっています。はい、頑張ってください。はい、はい、ってもう少しで2月ですね。はい、私も誕生日です。おめでとうございます。何歳になるんですか？10歳です。本当は天才になります。ああ、まあ10と10ね、はい、ね、10歳ですね。はい、10歳になってやりたいことは何ですか？それは内緒で、誕生日の時に。はい、というわけで私的にはその最近ね、計算したことがあって、ついこの間私の誕生日だったじゃん、うん、で次はシノの誕生日じゃん、うん、でシノは10歳になって、私はこの間15歳になったんですけど、シノがちょうど私の年になって15歳で受験生になった時に、私はその時20歳なんだよ、うん、お酒飲めるんだよ。だからお酒飲みながら、シノ受験頑張れみたいなことを言ってるからっていうのを想像して、すごいなって思ったよね。最後は何歳で付き合って、何歳で結婚して子供みたいな、なんか未来進みすぎじゃないすごい想像してんじゃん。何歳ぐらい、なんかシノによく言われるんだよね、結婚早くしてみたいな。そう、なんで結婚式でぶっちゅうが見たいから。マジさ、やばいよね本当にやばいと思う。まあ楽しみですね、将来が。はい、はい、でシノからお知らせがあるんだっけ。はい、はい、シノはずっと、シノっていう文字をひらがなってやってたんですけど、ね、漢字に変えたいと思ってます。はい、だから例えばシノが今しゃべるじゃん、うん、したらシノそうだよねみたいなこと、そのシノのこの文字がひらがなじゃなくて漢字表記のシノに。はい、キューガルっていう雑誌があるんですけど、実はさ、それの読者モデルになって、なので名前のところに、うん、漢字のシノって書いてあるので、統一してシノっていう漢字にすることにしました。はい、というわけでおめでとうございます。ありがとうございます。ついにモデルでした。頑張ってください。頑張ります。でもこのモデル、読者モデルって言っても毎回呼ばれるかわからないって、はい、でもしかしたらもう呼ばれない月もあるかもしれないから、こうみんなのね、応援が必要になってくる、はい、ああ、うん、だからできればあれなんだよね、QR の裏の方のページのところに、読者でなんか見たい人、見たい子の名前を書いてねみたいな、そういうアンケートがあるんですけど、そこにできたらシノってできて、いや、シノって書いてくれたら嬉しいです。はい、ちなみにあだ名もシノです。あだ名もシノなんだ。なんかシノッペとかさ、シノノンとかにしなかったの？
シナモン、シナモン。なんか適当に考えたけど。シナモンとかいいじゃん。なんかシノ、何かあだ名あるって思った時に、シノッペってさ、可愛いけどさ、なんかさ、モデルさんでさ、呼ばれる時、シノッペってなんか、なんか、シノチョイ。シノチョイ。シノチョスとか、なんかちょっとダサいじゃん。だから、シノーとか、シノちゃんって呼ばれた方が、一番こう、なんかストレートに耳に入る。シノッペってなんか、どう？まあ、それでシノにしてもらおうと思って、シノって書いてもらったんですね。漢字表記のカッコシノだから、これからね、あの YouTube でも漢字でシノっていう、名前覚えてもらえるじゃん、そうすると。うん、そっちで活動してるし、動画でもシノ。YouTube でね。そう。活動してるので、ぜひぜひ皆さん、ここにね、名前を書いていただけたら嬉しいです。はい。頑張ってください。頑張ります。はい。はい、そしてですね、ここで一番大きなご報告がございます。お手紙プレゼントの受け取りができるようになりました。ちょっとね、今まではあのお手紙とかを受け取る窓口みたいなものがなかったんですけど、ついに今回ね、その窓口が新しくできることになったので、皆さんじゃんじゃんお届けしてもらって待ってますので、はい、お手紙とか読むの楽しいので、ぜひお手紙をいただくとさ、もうめちゃくちゃ元気になる。そう、嬉しいよね。嬉しいよね。すごい、なんか動画を作る励みにもなるので、お手紙ね、今までなんか送り先ないですかってコメントもあったんですけど、こちら、はい、載せておきますので、こちらがビバニーチャンネル宛てって書いていただけると、こちらから受け取れることになってますので、はい、ぜひぜひ何かお便りありましたらお願いします。待ってます。待ってます。そしてこちら注意事項なんですが、あの冷凍とか生物とか食品類ですね、受け取ることができないので、こちらだけご注意をしてください。はい、好きなものよ。何で好きなの？好きなキャラクターとかそれなんかなんかやだ。しかもみんな知ってんじゃん。なんかさ、シノってさ、好きなキャラクターいるよね。ちがうな、ハチオレが好きですけど、ね、好きだよね。うん、まあ好きらしいですよおねだりしてるみたいじゃん友達に。そしてじゃあ個人的なこと言ってみますか。はい。あとですね、ここの概要欄の方とかに YouTube のお問い合わせ窓口っていうのができて、今まではママが対応していたんですけど、こちらのね、 YouTube お問い合わせ窓口っていうのができました。はい、なので、前回まで直接私にご連絡いただいている方はもちろん、こちらでも全然やり取りをやっておりますので、もしお仕事のご依頼がある場合は、私直接でもいいですし、まだ新規でお問い合わせしたことがないよっていう時は、こちらの YouTube お問い合わせ窓口の方に連絡をいただけるととても嬉しいです。はい、また一段落私がついたら2人で動画を撮りたいと思うので、それまではね、ちょっとシノの動画が多くなるかなと思いますが、皆さんよろしくお願いします。お願いします。これからも頑張っていくので応援お願いします。お願いします。それでは次回の動画で会いましょう。バイバーイ。